アラビアペトラヤ、アラビアペトラやは二世紀に創設されたローマ帝国の属州である。アラビア属州とも称される。その領域はかつてナバテア人の王国が存在した現在のヨルダン、シリア南部、シナイ半島及びサウジアラビア北西部からなる。当時、北の境界はシリア属州に接し、西の境界はユダヤ属州とアエギプトゥス。 エジプトに接していた。この地域は皇帝トラヤヌス在位98年から117年の時代にローマ帝国へ編入された。トラヤヌスは外政に積極的だったのでアルメニアやメソポタミアなどもこの時期に征服された。その多くは時代ハドリアヌスの時代にローマの支配下を離れたがアラビアペトラエアは長くローマ支配下に止まった。 南の国境の砂漠地帯はアラビアの防護壁、リメスとも呼ばれ、その先はパルティア王国と接していた。砂漠地帯には遊牧民のサラセン人が住んでいた。パルティア人とパルミラ人の侵入も受けたが、同じローマ帝国の国境としてレヌス川、現、ライン川やヌビウス川、現、ドナウ川流域方面、北アフリカ方面に比べると侵略を受けず平穏な期間が長かった。 この地域からは皇帝が誕生しておらず、皇位に名乗りを上げて反乱を起こす者もいなかった。ただし、ローマ皇帝ピリップス・アラブスはアラビア・ペトラヤ生まれの可能性もある。アラビア・ペトラヤは地域による違いが大きかった。大部分の地域には住人は少なく、都市のほとんどは北部のヨルダン側周辺に発達した。モアブ大地、現ヨルダンの一部には 年間200ミリメートルの降雨があり、比較的肥沃であった。大きな港湾は、航海につながる赤羽湾の先端に位置する赤羽1箇所だった。州都の位置については、議論が分かれており、シリア属州との国境に近いボスラの1箇所だったという、説とボスラだけでなく、モアブ大地の南端に位置したペドラも加えた2箇所だったという説がある、属州総督は、 ペトラとボスラの両方を拠点としており、どちらにいても直令を発することがあった。アラビアペトラエアを併合するとき、ローマ皇帝トラヤヌスは、ボスラをシュートとして、トライア、トレイインの名を与えた。一方、ハドリアヌスがローマ皇帝になったとき、それと同様の儀式をペトラに対して行った。ペトラは、ローマ第三軍団キュレナイカの拠点でもあった。 ヨルダン川周辺以外を見ると、市内半島の北部には、ネゲブと呼ばれる乾燥地帯が広がっていた。さらに、黄海沿岸の地域は、ヒスマ、ヒースマと呼ばれる荒れ地が、沿岸の北側まで続いており、そこは岩だらけだった。106年にローマに征服されるまでは、この地域は、ナバテア王国の領域で、ナバテア最後の王ラッペルニゼイ、ソテル、七十年、 から、在位に、統治されていた。ラッペルが死去すると、ローマ第三軍団、キュレナイカは、アエギプトス、エジプトから北上して、ペトラを、一方で、シリアに駐屯していた、ローマ第六軍団ヘラタは南下して、ボスラをそれぞれ制した。ラッペルには、オボダス、アボーダスという名の後継ぎがおり、何を口実に、ローマが侵略したのかを示す記録は残っていない。 二つのローマ軍団は、ナバテア王の親衛隊からはいくらか抵抗されたものの、ナバテア人からの本格的な抵抗はなく、さらに征服後には、ナバテア人の軍隊はすぐにアウクシリアとして従事し始め。トラヤノスは、アラビア遠征に成功したにもかかわらず、アラビクスのような称号を受けておらず、例えばダキア戦争で勝利した時には、ダキウスの称号を受けた、この征服に際しては、 ナバテア王国側に何か事情があったと考えられる。トラヤノスは、この後ニチグリス側を越えてメソポタミアまで征服することになるが、ナバテア征服によってその野望の足掛かりを確保したことになる。アラビアペトライアの中心を通るトライアナロア、街道が建設された。このローマ街道は、ボスラからペトラを経由して赤羽までを結んだ。街道の開設を待って公式に、 ナバテア征服が祝賀され、表面はトライアヌステイの胸像、裏面にはラクダを描いた新効果が発行された。この効果は115年まで鋳造され続けたが、その頃になると、ローマ帝国の関心はアラビアペトラエアから離れてもっと東の領土に移った。ローマ帝国の支配下に入った後、東方の他の属州と同様、公用語がギリシア語に改められた。 ミラーの研究が示したように、かつてアレクサンドロス3世に征服された時代でもアラビアは他の属州域に比べてヘレニズム文化の影響が少なく、ローマ帝国が支配した当初はギリシア語はほとんど使われず、主にナバテア語やアラム語が使われていた。しかし、ローマによる征服の後はギリシア語が公用にも実用にも広まって、ナバテア語やアラム語にとって変わったことが、 記録、ムアルクトンからも示されている。ローマ統治時代の遺物として、ナバテア語の資料はいくつか見つかっているが、アラム語の使用例は、ディアスポラ、ユダヤ人共同体のものしか見つかっていない。なお、アラム語は現代でも、レバノンのマロン派キリスト教徒の間では使用されている。ギリシア語が広まった一方、ラテン語はあまり広まらなかった。ラテン語の使用例は、 127年の総督アニニウス、セクスティウスフロレンティス、t、アニニアスセクスティアスフローランティーヌズの母標や、個人名などに限られている。言葉の他に、古代ローマの様々な文化や、価値観も導入された。例えば、公共事業、軍を賛美することをはじめ、ギリシア文化や、社会的な価値観が広まった。これらの新しい文化にアラビアはすぐに順応した。 シリア属州総督のガイウス・はウィリウス・カッシウスが、ローマ皇帝、マルクス・アウレリウス・アントニノスが死去したと勘違いして、反乱を起こしたとき、アラビア・ペトラヤはカッシウスに対して、何の支援もしなかった。その原因として、アラビア・ペトラヤは、シリア属州と違って、富や力がなかったからだ、と考える、歴史家もいる。同様に、193年に、 シリア属州総督ペスケンニウス・ニギルが皇帝を名乗って決起した時にもアラビア・ペトラヤは何の支援もしなかった。ローマ皇帝、セプティミウス・セウェルスが即位すると反乱を企てた東方の属州は処分されたがアラビア・ペトラヤ属州総督ピーア・エリウス・セウェリアヌス・マクシムスは反乱に加担しなかった。忠誠心を認められて留任した。ローマ第三軍団。 キュレナイカは、セウェリアナ、サビリアナの称号を授かった。一方、反乱を起こしたシリア族州は二つに分割され、アラビアペトラヤには、レジャ、レイヤと、ジャバルドルズ、ジャブルアルドリウスが数用された。これらの地域は、ダマスクスの南にあたり、後の皇帝ピリップス・アラブスの出生地である。204年頃にピリップスが生まれたシャーバー。 という町は193年から225年の間のいずれかの年にシリア属州からアラビアペトラヤに変わっているのでピリップスミカドはアラビアペトラヤ生まれの可能性があるセプティミウス・セウェルスはメソポタミアを征服して帝国そのものを大きくしようとしたアラビアペトラヤはセウェルスが東方に勢力拡大する拠点となった皇帝が東方で勢力を拡大するためには 何度も反乱が起きてきたシリア属州を鎮めて、手名付けることが重要だったが、セウェルスはそれを三つの戦術で実現した。一つは、シリア属州を二分割したこと、二つ目は、レジャヤ・ジャバル・ドルズをアラビア・ペトラエアに編入したこと、そして三つ目は、シリアのユリア・ドムナを妻に迎えたことである。ボアーセイクによると、セウェルスがガリアを支配していた、ブリタンニア総督、 クロニウス・アルビヌスとの戦いに臨んでいる時にシリアの反アラビア派がアラビア・ペトラエアが反乱しようとしていると噂を広めた。この噂はアラビアと正反対の国境に位置するガリアにも動揺を与えた。これはそれほどにアラビア・ペトラエアの影響力が大きかったことを表している。当時のローマ帝国においてアラビア・ペトラエアは セウェルスとローマ帝国に対する忠誠の象徴のような、ありで、ローマ文化の根底の岩盤とまで考えられていた。284年に即位したローマ皇帝、ティオクレティアヌスの時代、テトラルキア、四分統治による統治制度の再編にあたって、アラビアペトラヤは、今日のイスラエルにあたる領域まで拡大された。この時、アラビアペトラヤは、オリエント統治区のオリエント教区の一部となった。 7世紀になって、アラビアペトラエアは聖党カリフのウマルが率いるイスラム教徒によって征服され、ローマ帝国の支配は終わった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。